2008年4大陸フィギュアスケート選手権は2008年2月11日から17日にかけて韓国かや市で開催された。韓国での開催は高料市で開催された2005年4大陸フィギュアスケート選手権以来3度目。今大会はインドからの参加がなかったもののカザフスタンとタイ、フィリピンが再び参加し16の国と 地域から75選手が出場した。参加者の多い女子シングルでは、ショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。2005年から日本も男女シングルに限り、全日本選手権のシーズン優勝者を派遣対象から外していたが、今大会から再びシーズン優勝者を派遣することになった。 男子シングルでは日本の高橋大輔が ISU 歴大最高得点を更新して優勝。女子シングルでも日本の浅田真央が初優勝を飾った。ペアでは中国の法政東剣組が4年ぶり3度目の優勝。アイスダンスではカナダのテッサ・バーチュスコット・モヤ組が優勝し、カナダ勢の優勝は2大会連続となった。男子シングルメダリスト女子。 シングルメダリスト、ペアメダリスト、アイスダンスメダリスト、ありがとうございます。